コン、トラタ。カッパの翔太は足が速いとモテるという話を聞きました。そうか。じゃあ、この短距離走はすごく頑張らないといけないんだ。頑張れば俺はモテモテなんだ。と思い、絶対に一番になってやると、何日も前から練習して今日を迎えました。そしていよいよスタートの時がやってきました。カッパの翔太、勢いよく立ち上がり、他の子供たちより先を走ります。しかし翔太はすごく内股でした。早いけど内股で気持ち悪い。周りの子供たちにはそう思われてしまう翔太なのでした。それではまた明日。